内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。海と日本プロジェクト in 埼玉県、ナビゲーターの村田彩です。今回は埼玉市北区にやってまいりました。こちらでは海が感じられるスポットがあるということなので、早速紹介していきたいと思います。あやちゃんがやってきたのは埼玉市北区にあるお風呂カフェうたたね。こちらは大浴場とエステ、さらにカフェが融合したリラクゼーション施設なんですが、そんなお風呂カフェに海が感じられるものはあるのでしょうか。こちらのお風呂カフェなんですが、ウッドを基調とした作りになっていまして、リラックスができる空間となっているんです。さらにですね、今回は海が感じられるスポットということで、それがこちら砂浜です。なんとお風呂カフェでは期間限定イベント、お砂カフェと題して、店内に砂浜エリアが登場。およそ1トンの綺麗な砂が敷き詰められ、海に来た気分を味わえます。わー、すごい、もう本当の海に来たみたい。本当砂もサラサラなんですけど、これサンゴでしょうかね。より一層海に来たみたいな雰囲気を感じられます。海気分を味わえるお風呂カフェの砂浜エリア。なぜこのようなイベントを企画したのか、詳しいお話をお風呂カフェうたたねの新谷支配人に伺いました。なんでまたこのような企画をしようと。埼玉県が海なし県というふうに言われているので、はい、まあ、そもそも県民は海に対して憧れがあるというふうに僕は思ってるんですけど、まあ、ですのでそういった願いを叶えるような企画をやりたいなというのが今回主旨になってます。まあ、海感じることはできますけど、ちょっと実際の海といいますか、その水的な感覚っていうのは、まあ、私たちのお風呂屋さんなのでお風呂があります、はい、埼玉県の上川町の温泉を運び湯してまして、はい、こちらが塩化物強塩泉というしょっぱい温泉になっているので、うん、海のような感覚が味わえるかなと思います。お風呂カフェうたたね期間限定イベント、いかがでしたでしょうか。時間がなくて海に行けないという方は、ぜひこちらで海気分を味わってみてはいかがでしょうか。海と日本。